水かさが増し茶色く濁った川、住宅街は道路に泥が残ったままになっています。記録的な大雨で函館市では道路が一部冠水したほか、住宅の床上床下浸水の被害が相次ぎました。車や家財道具も浸水し、住民は今日も後片付けに追われています。もうこの辺はもう片付けとかも使えないんで、もうタイヤの半分くらいまで来ましたからね、はい、全部これ洗ったんですけどね。 JR 北海道は今日も33本が運休しています。宗谷線は線路に土砂が流れ込み、おとぎねっぷ稚内間で終日運転を見合わせています。また函館市入船町の漁港では流木が流れ着き、漁師らが撤去作業に追われています。津軽海峡付近に前線が停滞する影響で、明日昼までの24時間に予想される雨の量は渡島地方の多いところで100ミリとなっています。引き続き土砂災害に注意が必要です。